して逆サイドは大泉もいます。強烈な左足があります。中村の左から中に入ってきた、シュート、勝ち越し。小松、手元の時計で後半の23分、1対1からの勝ち越しは YS 横浜。小松今日2ゴール。中村からのクロス、小松がねじ込みました。YS 横浜今シーズン初ゴールに向けて追いつかれましたが、その後勝ち越しました。完全にフリーな状態。しかしここはディフェンスに当たってコースが変わりました。小松のシュートが決まっています。